皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。さて本日は、新 DLC が導入されまして、戦車設計や軍の精神みたいなものにも経験値を使うようになりました。言うなれば経験値の必要度が上がった環境になってですね、経験値の稼ぎにくい連合国は、立ち回れるんですか？というのが今回のプレイ方針だよ。確かに義勇軍とか簡単に送れる独ソと違い、民主や中道が主になる連合加盟国は、経験値を集めにくいだろうな。ということでアメリカできついようなら、どこの国でもきついだろうと考えて、早速準備をして時間を進めていくよ。細かいところだけど変更された点として、燃料の消費が若干優しくなっているよ。特に海軍の消費はわかりやすく減っていて、アメリカは初期の段階から海軍を演習で分回せるようになったね。そういえばアメリカさんは大恐慌や経済法の影響で、燃料の生成にかなりのマイナスがあるんでしたっけ？燃料事情の悪い数軸や、石油消費量の多いイギリスなんかもそうですが、消費量が減ったのはありがたい変更ですね。しかし最初から海軍演習を分回せるということはだね、海軍経験値が稼ぎ放題ということを意味する。開戦まで時間があるアメリカは、1942年頃までにあっさり海軍ドクトリンを全制覇できてしまう国家に変貌したよ。燃料事情も含めて海戦ほぼ無敵じゃありませんかこれ。アメリカにこっそり追加されたデバフとして、海軍司令部一番右の精神に、魚雷の命中確率を落とすものが存在していた。それはもうつまり、パラド的にはさっさと演習して戦う前には変更しておけ。ってことなのかもしれないな。海軍司令部にはポジション値だとか悪天候でのデバフ軽減とか、戦闘に関わるものが基本的に用意されてる。今回はひどい天気は存在しないということで、嵐でも航空機を問題なく飛ばそうとする悪天候下演習を取得するよ。演習中の事故が多くなりそうだな。しかし真に取得しておきたいのは、中央にある海軍精神の項目だよ。これは海軍の内政にも響く内容で、艦船の設計コストを下げたり、海軍の設計者の政治コストを30まで下げたり、新しいバージョンになって修理が長くなったのを短縮したりと、使い道がありそうなものが多いよ。海軍の作る方向性とかにもよるけど、単純に強いと思ったのは統合設計局。海軍研究速度に 20%、海軍の偽装魚雷とかにはもう 20% 上がることになる。海軍はモジュールの研究がとりわけ多くて面倒だからな。研究時間がドクトリン除去とともに伸びてしまった分、それを短縮できる要素が追加されていた点は良かったな。アメリカの燃料事情もあって海軍はトップクラスで技術が進むんだけど、陸空軍経験値の集まりはあまりよろしくなかったよ。日中戦争からしばらく経って、ようやく駐在武官を送れるような立場だからね。それに義勇軍を送れないということですから、航空機の改造度及び空軍ドクトリンという点では、アジア共産国家が圧倒的に優位に立てる感じですかね。まあもともと航空機開発が得意だったイギリスと、戦闘機においては研究が苦手だったドイツの差が縮まったとも言える。だから序盤はスペイン内戦とかで航空経験値を稼げて改造しやすい数軸有利。始まってからはゴムをしばらく独占して、最新機の研究も得意なイギリスが優位っていう、なんか史実っぽい流れをパラドは作りたかったんじゃないかな。まあアメリカは国力もあるから空軍は全然挽回できるとして、問題は陸軍経験値だったよ。特に序盤の指揮力確保駐在武官を維持でも送って戦争協力度を上げたいアメリカは、陸軍経験値を稼ぐ人材を序盤に雇ってしまうことは、部分動員変更を遅らせることになる。この辺は同じく政治力、戦争協力度的にきつい状況が続く。フランスはもっとしんどいかもね。NF を進めていく過程で、それなりの両陸軍経験値含めてもらえるだけ、アメリカはまだ扱いやすいかもしれませんね。さてこの時のサブ目標として、新しいシステムになった戦車は使えるのかどうかってのを、アメリカで試すことになったよ。ということでどうせならと機動戦ドクトリンに変更。ただ普通にやる場合は陸軍経験値が稼げないから、そのまま優勢火力の方が都合良さそうだな。この辺の自分にとって戦いやすいドクトリンに変更しにくいのも、連合サイドの難しい点かもしれないね。ドクトリンという負担が減ったこともあり、研究は黒っぽんのアメリカはかなり取りたいものを取れる国家に感じたよ。余計なものまで全部取れるわけじゃないが、必要なものはきっちり取ることができるんだぜ。すでにドイツはポーランド侵攻前で大恐慌からアメリカも抜け出し、海軍ドクトリンもご覧の通りバカみたいに進んでいる。これを見るとさすがにアメリカだけでも、演習で入る経験値量を制限した方が良いと思えるな。今まで時間をかけて取得するものが即時取得になっちゃったからね。これで1942年まで待たず、フランス陥落後に連合入りするのはかなり経験値的にもずるい気がするよ。ある意味チート国家のアメリカらしいけどな。ということでそろそろ40年式の航空機も研究することだから、航空機全般の研究を 15% 上げる空軍精神を追加するよ。陸軍経験値もちょっとずつ人材の方で稼げる中、いよいよ主力戦車を設計していく。見ていただければわかる通り改良型40年式の中戦車シャーマンがベース。アメリカ特有の生産コストを下げる設計車も乗せてあるから、他国よりかは安く作ることができるよ。設計自体は対人火力と信頼性を維持しつつ、やっぱりシャーマンだし軽車走行くらいはと防御にも力を入れた。よく言えば対戦車火力はないバランス型って感じかね。設計車で生産コストが下がっていますのに、生産コストは 18.4 と、以前に比べ大幅に上がっていますね。こればっかしは仕方ないのよアリスちゃん。特に中戦車は以前のコストで設計しようと思うと、
かなり簡素なものしか作り出せない。逆に生産コスト10ちょっとで、あれだけの能力値を叩き出していた、宮中戦車が凄すぎたってことなのかもね。では戦車全体に言えることかもしれませんが、特に中戦車は以前ものと比べると大幅にコスパが悪くなったと。コスパが悪くなった分、うまいことケチろうという設計をしたくなるのは事実だね。例えば中戦車には中戦車と軽戦車の砲塔が乗せられるんだけど、中戦車の一名用砲塔だと生産コスト2で突破10。しかも火力が落ちるとかいう悲しい性能に対し、軽戦車の3名用砲塔は少し最高速度が落ちるけど、生産コスト1で突破14と、生産コスト、性能的にもほぼ上に位置してる。もっと性能のいいものをコストかけて生産するなら別でしょうが、生産コストをケチりつつそこそこの能力を維持するなら、確かにこちらの方が都合良さそうですね。ただまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、中戦車の車体に軽戦車の砲塔、そして中戦車に乗せる砲を無理に乗っけると、スペース不足なのか星空が見えるスタイルに外観が変更。扱いとしては一応中戦車なんだけど、対人火力が高いのもあってほぼ自走砲の見た目になっちゃったよ。いっそのこと自走砲扱いで生産した方がいいのでは？アリスちゃんの言ってることも一理あって、例えばさっき見せた中戦車は野戦砲対人火力を重視した方だから、中戦車として扱うこともできるけど、自走砲としても扱うことができる。ただし一つの設計で両方中戦車プラス駆逐戦車扱いみたいに、することはできない。仮に同じ設計でも名称を変更するなどして、工場の生産ラインも別で作れば、事実上一つの設計で中戦車と自走砲を作るみたいにできるんだ。で話を戻すけど、同じ設計で自走砲にした場合、デメリットは主に3つ。走行率が下がること、生産コストが微増すること、戦闘正面幅が3に上がってしまうことだね。逆に利点としては、特に自走対空砲が以前からわかりやすい例だけど、1大隊あたりに配備する数をノーマルの戦車より減らせる点がある。戦車で配備するより駆逐戦車や自走砲で配備した方が多少性能差が出るけど、配備数が下がって安価に作れる場合もある。パラドが駆逐戦車を正面幅3にしたのは、駆逐戦車の方が戦車と幅も同じで配備数減らせるじゃんってのを防ぐためだったみたいだね。もしかしたら配備数的な利点を作り出して、あまり出番のない駆逐戦車などを使ってほしいという願いなのかもしれませんね。では今度は重戦車を見ていこうか。最高速度を中戦車並みに改造しまして、ほぼトラックにもついていける 11.9km/h。 そのエンジン大改造の分信頼性が大きく落ちたので、細かいパーツで補い 80% にまで持ち直す。他にも走行を強化したりして、速度と防御と貫徹能力に長けた重戦車が完成したね。設計を見るに結構てんこ盛りで、エンジンも大改造しちまってるが、意外と 32.2 と恐ろしく生産コストが悪いわけではなさそうだな。重戦車は以前の最低値の生産コスト25を下回ることも意外にできるからね。よほど改造しない限りは、せいぜい20、30台程度で収まることが多いよ。むしろ生産コストが最初からある程度重くなるとわかっているからこそ、重戦車の方が設計に幅を持たせられそうだな。実際でかい戦車ほど砲塔の選択肢が増えるから、事実上超重戦車が一番設計幅があることになるね。で今気がついたが、その砲塔が小型戦車の3名用砲塔じゃないか。生産コストが改造の割に低いのはそのためか。バレちまったか。さすがに重戦車の砲塔は生産コスト的にも重いからね。突破ステータスは大幅に下がるけど、生産コスト重視で今回は作ってもらうよ。それじゃあほぼ自走砲のシャーマン5大隊と、駆逐戦車というより自走対戦車砲の方が似合う M6A1 重戦車1大隊、それらを組み込んだ26幅飛行士団を早速使っていこうか。リビアの低インフラ地域なのに、翌16個士団もの戦車部隊を支えられるな。補給ポイントは補給ハブだけでなく、港からも供給されるからね。エジプト西部の沿岸に港を建てまくって、敵より多くの補給を確保しただけさ。さて敵が山岳地形、かつコストをケチった分突破値が低いという弱点を持つ戦車部隊だけど、相手が歩兵なら走行ボーナスの優位ももらえると、北アフリカ戦線の突破に成功。そのまま敵の補給基地で重要拠点であるトブルクを抑えることに成功したよ。リビアは特に港からの補給に頼ることになるからな。1個取られただけでも補給に与える被害は他の場所より甚大なはずだ。敵が立て直して塹壕などを掘られる前に、次なる港であるベンガジの占領に成功。補給がトラックなどで渡される範囲はそこまで広くないから、テンポよく次の港を確保できたのはラッキーだったね。しかし敵最後の足場トリポリまでの港は途中にはなく、トリポリ近隣に着いた頃には補給はもうガタガタ。逆に港を近い位置に持つ相手は有利に立ち回れるはずなんだけど、この後戦闘能力が残っている早い段階で敵の港を抑えることに成功。どうやらイタリアはイタリアでトリポリに迫る敵を迎え撃つ準備ができていなかったようだな。となれば次に狙うのはイタリア本土で、まず大都市とでかい航空基地もあるパレルモに上陸。しっかり港湾防御していたみたいだけど、最低限港を確保することに成功するよ。その後は制空権を全力で取ろうとしつつ、ナポリに追加上陸。無論先ほどの飛行士団を突破役にイタリア本土に送っているよ。
よ。さっきの最低限の港しかないリビアと違い、イタリア本土には港は多いし補給ハブそれなりにある。補給が比較的途切れにくいから最も戦車が扱いやすい場所の一つかもな。イタリア沿岸部は本当に進みやすい環境で、ルーマニア軍含めた敵30個師団ほどを包囲殲滅。これは数軸防衛師団をごっそり持っていかれましたかね。そのままあっけなくイタリアは敗北し、この後は陣営名手のドイツおよびそろそろ数日加盟するビシークランスに攻め込んでいくよ。気の利くイギリス人が北仏に上陸したので、その隙にテオスナビシーを攻略することに。ドイツさんがもうヘロヘロなのもあって、あっという間に南フランスを制圧できそうです。勢いに乗った米軍はそのまま北フランスのイギリス軍と合流。ドイツ軍をパリからブレストにかけて大包囲するよ。ブレストに追加上陸をかけて逃げ場も減らしたため、ボロボロで逃げ出すのも一苦労なドイツ軍の相手はイギリスとアメリカ歩兵に任せて戦車部隊はさらに進んでいくよ。フランスの大包囲で人員不足の中、オランダアムステルダムでも敵を小規模包囲。もうドイツさんが西に回す戦力はほとんど残っていないかもしれませんね。やはり即時で補給がつながる港、それが多くあるイタリアやオランダなどの以前から補給が良かった地域は戦車が活躍しやすい傾向にあるね。逆に内陸で焦土作戦するような土地では戦車はここまでガリガリ進んではくれないだろうね。さらっと独ソ戦に戦車は踏む人は言ってません。ウクライナからレニングラードくらいまではなんとか使えるんじゃないかな。ともかく西部戦線の師団が壊滅したドイツは北部沿岸部を中心に一気に米軍に塗り進められることに。最後はオーストリアの方に追い詰めたことでドイツを降伏させて、残る敵は主要国になったブルガリアくらいになったね。亡命していたポーランドもサナツィア・ポーランドと名前を変えて解放できましたし、欧州での戦いは完全にこちらが勝利のようですね。数日戦が終わった後はほとんど放棄していた日本を倒すため、まずは中華を助け出そうと沿岸部に精鋭部隊を派遣。敵が誰もいないとやっぱり高い最高速度もあって一気に敵領土を塗り塗りできるんだぜ。この後川のラインに沿って日本の最前線の軍を大包囲して中華の安全を確保するよ。その後は長崎、広島に上陸して、最後は関東に追加上陸してきたイギリス軍と共に大日本帝国を撃破。連合国の勢いはまだ止まらず、数軸との傷がまだあるソビエトに対し宣戦布告。バルト諸国とか進んでいて思ったけど、やっぱり沿岸部の方が中央行くよりも、はるかに補給的に進みやすかったね。まあソ連が疲弊していたこともあり、モスクワ到着自体は想像よりも早く達成。ただしモスクワやスターリングラードより東は補給ハブまでの距離も遠く、強力政府も民主主義で準備できない連合国は、この後の方が手こずるという状態になってしまったよ。いっそのことカスピ海に港作れればいいんだがな。カスピ海に海軍を展開する誤りが起きそうですけどね。結局のところは戦力差的にはもう価値格なので、線路に沿って突っ走っていたらソビエト連邦を撃破することに。最終的にはこのような切り分け方で大祖戦は終了することになったよ。フランスのオクシタニア同様、イギリスが馬鹿してちっちゃい国いっぱい作る可能性がある点は面倒だな。しかし新環境においてアメリカがすこぶる弱くなったということはなさそうですね。その辺は一番厳しそうなフランスとかそのうちやりたいなと思いつつ、本日のところはここまで。ご視聴ありがとうございました。よければコメント、コメントグッドの方よろしくお願いいたします。